どうみさん、ティクでございます。ヒョウモントカゲモドキオレバーの身体測定動画48ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、行きます。じゃあ、よいしょ。手で持ってる時間はね、できるだけ短くしてあげたいね。入って、ほい、よーし、いい子、マジいい子、いい子すぎる。さーてと、あ、いいですね、体重も110ということで、ほぼ横ばいって感じですかね。はい、0.5 刻みなんで、ここの体重計今。そんなに言うほどでもないですね。よし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 。いい感じ。実にいい感じでございます。はい、行きましょう。よいしょ。軽いんでね、持ちながらできるって。ヘビたちやった後やと、もう本当にね、扱いが楽ですよね。よいしょ。はい、ということで、オレバーです。はい。さあって何からいこうかなという感じでございますけれども、まあまず一番大きいのはですね、48ヶ月目というところで4年です。はい、オレバーを飼い始めてから丸4年になりました。たくさんね、今までまあ動画アップロードしてきましたけれども、見てくださってる方々本当にありがとうございます。まあうちのオレバーを見てですね、ヒョウモントカゲモドキに興味持って、そこから爬虫類の扉に、入ってった、世界に入ってった子たち、方々、結構おられるようですんで、そういった話を聞きますと、まあ嬉しいなと思います。はい、オレバーともども喜んでおります。まあもうね、今まで1年目、2年目、3年目とかそういう節目節目の時にですね、いろいろまあお話はしてますんで、まあここで改めてなんか喋るかって言ったらそういうこともないんですけれども、やっぱりね、いい子ですね。基本的に、まあ、ヒョウモントカゲモドキがなんで人気あるんかっていうのは、まあ、飼い続けていくことによって、まあ、よりより実感していく部分ではあります。うん、本当に、唯一欠点やったのは、一回がっつり拒食されたっていう、これだけですね。この一点は本当に、きつかったですね。まあ、幸いにも、デュビア使って、まあ、それによって拒食解消されたっていうところはあるんですけれども、やっぱ一回拒食されたのは、結構焦りましたし、大変でした。うん、で、自分は基本的に拒食があるっていうのはですね、まああんまりこう、初心者向きの爬虫類にはならないと思ってますんで、まあ、いろいろ魅力もあって、丈夫な面とかもたくさんあるんですけれども、ちょっと差し引いて拒食でようやく一個チャラにできるかな、ぐらいかなと思ってます。やっぱりね、あと、ツイッター見てても、一番人気っすね。うん。圧倒的に人気だと思います。まあ、いろんな方、自分のツイッターフォローしていただいたりとか、そういったことあるんですけれども、あの、そういうのは見てると、やっぱり、ヒョウモントカゲモドキ飼ってますって方が多分圧倒的に一番多いかなと思いますね。まあ、他にもいろいろ飼われてるんですけど、他にもいろいろ飼われてる中でも、ヒョウモントカゲモドキは必ず飼われてるみたいな感じだったりとか、ヒョウモントカゲモドキだけの方だったりとかっていうところで、まあ、実際数えたわけではないですけれども、まあ、フォローしてくださってる方のプロフィール欄とかね、何の爬虫類飼ってますって書かれてますんで、その辺見てると、圧倒的にやっぱ、ヒョウモントカゲモドキが多いかなというふうに思いますね。その分やっぱり病例も多く見ます。はい。やっぱ数が多いんで、そんだけ病気になる確率、病気の個体に合う確率っていうのも多いみたいですんでね。うん。まあ数が多いゆえにだとは思ってますけれども、やっぱこう、例えば、うちのオレバーもアプターっていう品種ですけれども、このアプターっていうのは結構劣勢遺伝が掛け合わされているものですんで、まあそういったの繰り返しとかで品種改良の果てのせいで病気になりやすい子っていうのはやっぱ出やすいのかなと思うところもあったりしますけどね。まあこの辺はちょっとあまり俺は専門ではないので、あれなんですけども、あくまで推測の域は出ませんが、そうなのかなと思ったりするとこはあります。はい。まあちょっと余談ではありますが。本当に、4年間見ていただいた方々、まあ最初からね、見てるって方もいるでしょうし、身体測定動画結構ね、1本がそんなにめちゃめちゃ長いわけではないので、結構こう見返してもちょっとさっき位置調節してるのはいい位置ねえかなと思って。結構、身体測定動画ね、最初から見返しましたって方とかもちょこちょこ、お話聞いたりしますんで、まあ結構最初の頃のね、オレバーの姿を知ってくださってる方も多いと思いますけども、まあ、4年でこんな感じになっております。はい。今後もまだまだ、まだまだこれを折り返し地点とは言わずに長生きしてほしいなと思いますけどね。はい。まあちょっと軽く4年を終えてという感じでございました。今、ちょっと色汚いなと思うんですけれども、ちょっとね、実はね、薄く白くなってますんで、おそらく、明日、明後日ぐらいに脱皮すると思います。予想ですけれども。おそらくですよ。おそらく明日、明後日には脱皮だと思ってます。まあ、ヒョウモントカゲモドキね、まあ、人によっては違うかもしれませんが、オレバーは結構脱皮期間入ったらスッと脱皮してしまいますんで、ちょっと見るタイミングがほぼないかなと。これが多分見て、脱皮期間ないなって確認したら、もう今週末には確実に脱皮してると思いますんでね。早いです。あっという間ですね。で、餌に関してはもう本当にコンスタントに食べてくれてます。てかもう基本的に言うことはないんですよ。全然言うことなくて、コンスタントにずっと食べてくれてます。
あの、一回本当に拒食して、冷凍コオロギからデュビアに変えて、その後デュビアの食いもちょっと悪くなったって言いましたけど、あの日以来、あの、すげえ、ぴっちり食べてくれてます。はい。びっくりするぐらいぴっちり食べてますんで、なんでしょうね。やっぱその、餌で飽きたってことなのかなと思うんですけどね、そのデュビアを食べなくなったのは、多分、レッドローチすぐ食べたっていう点とか、すぐまたデュビア食べるようになったとかいうことから考えると、餌に飽きたって言われるやつなのかなと思ったりはしますけどね。まあ本当のところはわからないですけども。はい。予想ですけどね。あ、そうです。一つこの1ヶ月ね、ヒョウモントカゲモドキとオルバーに関しては大きい変化。変化っていうかちょっと意図しない変化なんですけど、あの、いつも、カルシウム剤って、まあ、自分がすっごい最初の方の動画で紹介したことある、マルベリー CA っていう、まあ、クワの葉の成分が入ってる、カルシウム剤があるんですけれども、そちらをずっと使ってて、で、まあ、餌にダスティングするスタイルじゃなくて、うちのオルバーはそのカルシウム剤の塊をこう、ケージのこの辺にこう、ボーッと置いといてやって、で、まあ、好きな時に食べれるようにしてるみたいなスタンスで飼育してるんですけれども、ある時ね、ちょっとボケてて俺が、マルベリー CA 買ったと思ってたんですよ。あの、ストック。そしたらね、ちょうど切らしちゃって。で、使いたいタイミング、今から買いに行っても、近場は売ってねえし、間に合わねえと、なったわけです。じゃあ、近場に売ってるカルシウム剤で、とりあえずちょっと代用しようと思って、昔、リクガメの動画上げてた時かな、ヒョウモントカゲモドキのなんか餌の紹介みたいな動画、大昔に上げたやつ、でもなんか言ったことあると思うんですけど、これ、映んねえな。ピントが迷子。これピント。オッケー。須藤さんのカルシウムパウダー。これ、自分、リクガメちっちゃい頃、まあ、現在進行形ですけど、飼育してた時とかに結構使ってたやつで、まあ、他のね、カルシウム剤と、じゃあこれ何が違うんだって言われて、すごく難しいところあるんですけど、まあ、須藤さんのメーカー自体結構、他の製品とかトータルで見てね、好きなメーカーではあったんで、まあ、ちょっと、愛用してました。で、あと、あれかな？カメレオンを大昔買ってた時もこれ使ってたと思います。なので、まあちょっと、知ってるメーカーで、まあ前使ってたやつっていうこともあったんで、ちょっとオルバーに対してどうかっていうのはあったんですけども、ちょっとマルベー CA、買い足すまで急遽、こっちの須藤さんのカルシウム剤でやりました。で、本当はね、ダスティングしようかなと思ったんですよ。マルベリー CA は置いてても食べることを確認しましたけど、この須藤さんのやつは置いてても食べるかどうか分かんないんで、一か八かになるんで、まあそんな1日2日食べへん、1回2回の休日で食べへんかったからっつって、まあ急に体にどうこうなるレベルじゃないと思うんですよ。もう大人なんでね。なんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、せっかくやだから実験してみようと思って、これ食べるかどうか。カルシウム剤、須藤さんのやつ置いておきました。見た感じ、食べてるね、これ。うん、食べてますわ。うちの子はずっとマルベリー CA で、うち迎えてから来てましたけれども、どうやらこの須藤さんのカルシウム剤に切り替えたけど、カルシウム剤として置いとくだけで食べるっていう現象は、この須藤さんのやつでも食べてるみたいです。ちょっと実際に食べてる瞬間は見てないですけども、まあ、置いといて、それに対してこう、なんていうかね、歯型みたいな、こう、かじったような、こう、食いついた跡がね、こう結構ガボッとつくんですわ、食べてとっと。これがついてるんで、多分ね、このカルシウム剤でも自分で勝手に判断して食べとるというふうに思いました。はい。責任は持てませんからね。責任は持てないんで、これにして大丈夫やなって、ここでちょっと確証取られるともうちょっと困っちゃいますけども、うちの子はとりあえず見た感じ、これに切り替えても食べてはいたみたいです。まあ、ただ、自分は基本的にマルベリー C 使いたいなと思ってるんで、これは本当に一時的なもの。と思ってください。はい。マルベリー CA も次のやつ買いましたね、ちゃんと。もうすぐストック増やしましたんで、またそっち切り替えてますんでね。これはあくまでも、そういう緊急時の時に、ちょっと今回使ったというふうに思っておいていただけたらなと思います。まあ、ちょっと使い切らんのももったいないんで、まだ別のね、アンダーウッディサウルスのウルルの、ダスティングに使ったりとか、そういった方面ではまだこのカルシウム剤は使ってます。はい。ちゃんと使い切って、やろうかなと思ってますんでね。で、オルバーに置いとくのだけマルベリー CA 使ってるという感じです。よいしょ。ちょこちょこ出ようとしてくる。ちょこちょこ出ようとしてくる。喋りながらも。もう慣れたもんですな。ヘビと違ってね、全然大丈夫だね。まあ、トカゲでも足の速いやつとか困るけど、ヒョウモントカゲモドキの、しかもまあ、アダルトになってきた子の子ですから、まあ、全然動きは制御しやすいですね。喋ってる時のね、余裕がある。先にヘビ2匹やってるんで、もうね、大変だ。喋る余裕が全然ないから、もうなんか身体測定動画としてこれは成り立ってんのかって思うようなね、とこもあるんですけども。はい。この子はこの子で、ゆっくり喋れて楽ですね。
まあそんなことで、改めまして4年ということでね、4年間分すべて動画見てくださってる方本当にありがとうございます。これからもレバーの元気な姿届けていきたいなと思いますし、一日も長く生きてほしいなと、自分も全力で頑張っております。はい、それを願っておりますいいですね。今後もまあこうやって月日増やしていけるといいなと思いますね。目指せ我が家で最年長ということで、ね、はい、ホロンよりも長生きを目指して、ホロンは他の子よりも長生きを目指してという感じですかねじゃあ、10分くらい経ちましたんで今回はこれで終わらせていただこうと思います。いただいてありがとうございました。またよかったら、来月の新体操で動画あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。